2K ニュースです。新潟県株式会社久保田、株式会社新潟久保田は8日、新潟県農業の持続的な発展を図るための連携協定を新潟県庁で締結しました。連携協定は緑の食料システム戦略の推進に向けたスマート農業の普及や新潟米の輸出促進に取り組むことで、新潟県農業の持続的な発展を図ることを目的に締結されました。緑の食料システム戦略推進に向けたスマート農業の普及では、スマート農機の精度向上及び効果的導入に向けた試験研究実証に関すること、新潟県農業大学校など時代の農業の担い手への教育に関すること、農業者及び農業関係者などへの研修に関することなどに取り組みます。新潟米の輸出促進では、海外への販売促進に関すること、低コスト生産の実証に関することに取り組みます。令和4年度から取り組むこととしては、新潟県内の久保田ファームにおける最先端のスマート農機や営農サービス支援システムを活用した化学肥料や燃費の削減などの効果について、新潟県農業総合研究所と久保田、新潟久保田が共同研究を行います。また、久保田、新潟久保田が今年度中に RTK 基地局を4基程度設置し、より高い精度でのスマート農機の研究実証について協力します。さらに、久保田および新潟久保田によるスマート農機の実演研修などを新潟県農業大学校などの学生に対して行います。このほか、農機や直巻きなどを活用した新潟米の低コスト生産の実証へ協力します。緑の食料システム戦略は、昨年3月に持続可能な食料システムの構築に向け農林水産省が策定、中長期的な観点から調達、生産、加工、流通、消費の各段階の取り組みとカーボンニュートラルなどの環境負荷軽減のイノベーションを推進していく内容となっています。それでは挨拶に移らせていただきます。一方、この日の締結式には新潟県の花角英世知事、久保田の渡辺大取締役専務執行役員、新潟久保田の吉田則夫代表取締役社長が出席しました。花角知事は、スマート農業の推進ではすでに新潟久保田さんと新潟県は連携をしている、県の農業大学校などでスマート農機の実演などをご一緒させていただいている、また、新潟米の輸出ではシンガポールや香港などでプロモーションをやっている、国が昨年緑の食料システム戦略を策定し、これまで以上にスマート農業を進め、生産性の向上や環境を意識した持続可能な農業を目指していかなければいけない、県としてはこれまでの実績に加えてもう一段連携を深め、新潟県の農業をより効率の高いもの、利益を生み出せるもの、持続可能性のある農業に成長させていかなければならないことを意識して締結したと話していました。久保田の渡辺取締役専務執行役員は、新潟県とはこれまでもスマート農業の推進や米の輸出拡大において連携してきたが、それぞれの取り組みをより強固にすべく連携協定に至った、新潟県の有するノウハウや地域密着ネットワークの強みと久保田グループが持つ製品、サービス、技術、ノウハウを組み合わせることで新潟県における農業の持続的発展に貢献したいと話していました。新潟久保田の吉田代表取締役社長は、私どもは今回の連携協定に基づいて実務の作業を実施していく、特に緑の食料システム戦略に基づいて持続可能型農業に焦点を当てて、いろいろな研究教育を実行するのが大きなポイントだと思っている。具体的には、村上にある NK ファームにおいて営農サービス支援システムを使ったフルスペック農業を実証していきたい、いろいろな形の合理化、商用化、脱炭素を一つ一つ実証できればと思っていると話していました。 2K ニュースでした。